91回のボス戦スタート。ボス攻略に参加する。整ったよ。ちゃんと空きはあるよ、大丈夫。突攻撃に弱い、触手、戦闘力全然違うな。余裕だな。あれ、攻略組109人で107人で1人、1足りないぞ。よし、まあいいか。キリトが計算されてないだけかもしれないな。さあ行こう。みんなで行けば怖くない。攻略会議を始めました。いつものように行くぞ。こんなんあるのか。アルゴと言ったらアルゴ即死ぬぞ。アスナさんと行きます。クラインとも行けるのか。じゃあアスナと行こう。アスナ行くぜ。どうかな。うん、分かった。初めからそのつもりだったのか。頼むな。ごめんな、いつもリズベットばっかり頼んで。よろしく、キリト。それではボスの攻略に向かいましょうか。勝って生きて帰りましょう。生きて帰るよ。ラストアタックボーナスを取って帰るよ。ゴー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 。さあ、いた。どんなボスだ。触手って書いてたからな。うねうねしてるんじゃないか。うわー、気持ち悪い目ん玉。ドワー、でっかい目ん玉が現れた。こっちに行くな。全員に回避能力、回避能力を与えるぞ。何が起こっている。早く回避能力をしろ。回避指示。いいよ、全員に分身だ。よし、これ以上か。スピード使え。スイッチ行くぞ。ちょっと待ってね、ちょっと待って。誰も受けてない。大丈夫だな。踊りのスターバーストクリーン。さあ行け。何が起こってる。俺は残りにいる。ナイスナイス、これ勝負ダウン。一斉攻撃だ。もっといっぱいいけ。待って、こっちだ。動きを止めるぞ。さあ動きゆっくりになった。こっち向いてる。なんもないな。何も攻撃してこないぞ。攻撃ダウンだ。お、一緒にやった。ナイス。キルチャンスだ。カリング決まった。ナイス。さあ行くぜ。よし、動きを止めるぞ。よし、行け。キル使え。これ以上グラウン。ナイス。今回余裕だな。こっからでも強くなる可能性もあるぞ。よし、行け。カリング、何やってくれ。ここだ、ナイス。動きを止めろ。スピードチャンス。ナイスだ。こういうのに入ろう。ナイス。落ちた。落ちていたい。間違えた。俺のスターバーストに。スイッチ行くぞ。うわ、スイッチの途中で。後ろからホロミのバーストスリー。いけいけ。さらにまだ行くぜ。次に。次は俺だ。止められた。彼女してた。なんか見てる。動きを止めるんだ。
よしよし止めろ。間違えた。動きを止めろ。爆発してる。何が起こった？ナイス。あれ、ロックが外れた。なんだ？ロックが外れてる。1位だ。うわぁ、麻痺ってる。いけいけ。タイミング遅かった。動きができない、止めれない。こういうの下げとこ。ナイス。もうちょっとだ、もうちょっと減らせ。頑張れ頑張れ。どんどん行け。邪魔だ、見えない見えない、くそ。まだだ、まだ味方に交代はする必要ない。いけいけ。よし、交代しよう。全員交代だ。全員交代しろ。黒火のスターバーストする。あれ、何で終わった？中途半端に終わったぞ。大丈夫か？おお、よかった。ラストアタックボーナス、ピンスターグランツ手に入れた。多分アスナとの連携コンボの最後の締めで倒したのかな。 MVP キルト、ラストアタックキルト、みんな下がってる。このビーターがーって下がりながら怒っているぞ。何が下がれた？お前またラストアタックボーナス欲しいだけだろみたいな。だって今キルトとアスナしかいないじゃないか。周りでメンバーが怒ってるぞ。ふう、勝てたか。また MVP 取ったねっていう顔でアスナが見てる。行こう、行きましょう。いやー、苦戦した。強いボスだった。アクティベートしておいたわよ。ありがとうアスナさん。一回戻るか。またイベントがいきなりあるのかな。91回クリアおめでとう。あ、そんなイベントなかったか。あれ、一個しかないぞ。しかもリズとショッピングしたいなら昼に一人でイギルの店したいなら、したいならって、したくなかったら行かなければいいのかな。メッセージが来た。誰からだ？シリカからだ。91回おめでとう。他の人たちは何も言ってくれないんだな。また座ってしまった。クエスト受けて、じゃあリズベットと買い物に行くかな。ウィングオブアーマーを作るのか。他に用あるかな。もう一個受ける。まあ、2個とりあえず適当に受けとこう。もうないよ。リズベット、買い物に行こうぜ、リズベット。こっちで合ってるかな？合ってた。昼に、ここに行くと、リズベットがいるのかな？違うイベントが始まったりして。いた、いた、リズ。キリト、私のこと探してたの？装備の手入れが必要なら店に。店は、いや、今店にいないじゃないか、リズ。素材を？いいけど、なんで私？可愛いからに決まってるじゃないか。よく、まあ、そんなの覚えてたわね。ありがとう。さすがキリト君。嬉しいけど、あんたもそんなに強化素材が必要なの？もう有り余ってるよ。
アホみたいにあるよ。あれ、焦ってるっていうか、いつもの余裕がなくなっちゃってる。そら、あんな可愛い笑顔のアスナさんを見たら、もっと強くなって守ってあげたいって思うじゃないか。わかったわ、行きましょう。行き先はあんたに任せるわ。どこに行くんだ。アークソフィアじゃないか。もう帰ってきたのか。十分すぎるくらいよ。これでしばらくはハンマーを振ることに専念できそうね。ありがとう。いやいや、こちらこそ。早いな。ああ、まだ時間があるから店売りの装備を覗いていかない。ちょっと気になる店があるのよ。ほう、どんな店だ。いつも同じ服着てるのに。また同じ。この性能でこの価格、うん、なかなかやるわね。なあリズ、こっちの盾も悔しいけどかなりの良品じゃない。その割にお手頃価格だし。リズ、うわっ、ちょっと驚かせないでよ。落とすところだったでしょ。落としたら買わないとダメなのか。なあ、うん、よくできてるなって。どうしても同業者の目線で見ちゃうから時間がかかってるね。同業者か。確かに。あら、そう。でも今後ともリズベット武具店をご贔屓に。なんでそんな怒ってるんだ。でもそろそろ切り上げるわ。こんなに時間かかってまだ3軒しか回れてないもの。3軒しかって、3軒も回ってるじゃないか。どうせやるなら負けたくないじゃない。適当な仕事して適当に稼ぐより私にしかできない仕事をやりたいのよ。やっぱり男と女で買い物の仕方が違うんだな。たまにくじけそうな時もあるけどね。男は目的の店にしか行かないけど、女はいろんな店に回った後に最後に目的の店に行くっていう。こうして他の人の作った武器を見てると負けてられないって気合が入るわ。そういう性格というか性別の違いがあるらしい。あんたはそれでいいのよ。攻略組が職人の真似する意味なんてある？そうだよ、攻略組は戦えばいいんだ。ここから出るためにみんなそれぞれ自分の役割を自分で決めて頑張ってるのよ。私も役割を果たしてるってだけ。元気が出るな。人生相談ならいつだって受けようわよ。それじゃあそろそろ行こうか。それは妹の役目だ。違うな、妹がしてくる話だな。じゃああと一軒だけ寄ってっていい？来る時に見かけたアクセサリーの店が気になってるの。了解、案内してくれ。でここで買ってあげるのか。うわー、すっごい綺麗。この細工すごすぎる。この前シノンと来た店じゃないのか。この指輪の細工なんて絶対真似できないし。すごい、目の保養だ。キルト君が買ってあげればいいんじゃないかな。キリトってば、頭の中身まで数値化しちゃったの。ダイヤの指輪とか意味がないとか思っているんだろう。キルト君はこの細工にどれだけの技術と情熱が注ぎ込まれてるかわからない。データじゃないか。これの制作者はきっと普通に装備品として通用するアクセサリーも作れる人よ。スキルを相当上げないとこの細工は作れない。そうなのか、 NPC じゃないのか。それでもパラメーターを度外視してるのはパラメーターだけでこの作品の価値を決めてほしくなかったからだと思う。ほう、ただ素直にこの美しさを見てほしい、心を惹かれてほしいって願ってこのアクセサリーを作った気がするの。そんなアクセサリーを作ったのに茅場明人によって、明彦かによって殺人ゲームに変えられてしまったのか。あんただってパラメータに関わらなくてもご飯は美味しい方がいいでしょ。もしかしたら茅場が作ったんだったりして。パラメーター上げに役立たなくてもぼんやり空を見たり本
を読んだり誰かと一緒に遊んだりさ。たとえ仮想世界であっても私たちには心の余裕が必要じゃない？それが無駄に見えたとしてもね。リズベットさん、ええ子や。このアクセサリーはそんな風に誰かに必要な心の余裕を生んでくれる大事なアイテムだと思うの。余裕がなかったみたいだ、あの笑顔を守りたいために。ううん、私の方こそ強く言い過ぎちゃってごめん。つい向きになっちゃったわ。改まってお礼言われると照れちゃうでしょ。こっちはお説教かましたって言うのに。いや、お説教されてすいませんじゃなくてありがとうって言える人はいい人なんだよ。え、そんなの悪いわよ。私は別に何もしてないし、お店巡りに付き合ってもらったのはこっちだし。その一番高価なやつを買ってあげればいいじゃないかな。そこまで言うならお言葉に甘えようかな。どれにしようか。最初に見たあの指は一目惚れするくらい素敵だったけど、さすがにまずいわよね。やめておこう。いや、それにしようか。あれなんてどうだ。いや、あれじゃなくて、こちら髪飾りがいいな。いやいや、あれにしようよ。いいの、これが欲しいの。いや、ダメだ、あれにしよう。はい、お決まりですか。ありがとうございます。今つけていかれますか。え、じゃあせっかくだからつけていこうかな。ついでにこれもっとがいて指輪を買ってあげるとキリト君はかっこいい男前だ。はい、ありがとうございます。シャキーン。ありがとう、すごく嬉しい。宝物にするわね。つけた画像は？つけた画像はないのか？ねえ、つけてもらって。お、来るぞ来るぞ。いい？新しい画像だ。どう？似合ってる？正直な話を言うと、髪の毛と色が被ってあんまりわからない。でもイケメンならすごく似合ってる、すごく可愛いって言わないとダメだな。今の服にもちょうど似合ってるぞっていう。そりゃそうだよね。でも嬉しいよ。ありがとう、キリト。指輪も買ってあげようよ。指輪を買ってあげると多分アスナさんにどうしてお金が少なくなってるのよって怒られるはずだ。よし。あ、来た。キリト。この辺かな、今日は。